問題。介護保険財政について正しいものはどれか3つ選べ。1番。第一号被保険者の保険料にかかる特別徴収は国民健康保険の保険者が行う。第一号被保険者の保険料にかかる特別徴収は国民健康保険の保険者が行う。というふうにありますが、これは誤りになります。国民健康保険というのは医療保険ですね。医療保険の保険者が特別徴収を行うわけではありません。 年金保険の保険者が特別徴収を行うということになっております。年金保険者になりますね。ちなみに特別徴収というのは、大腸被保険者さんの保険料を年金から転引くという徴収方法ということになります。これを特別徴収というふうに言うわけですね。年金転引が特別徴収になります。まあ一方で、普通徴収というのもあるわけなんですね。まあ、普通徴収というのは、被保険者さん自身から直接徴収する方法になります。 保険者である市町村というのが第一号被保険者さんに対して納入通知書というものを送ってですね。で、その納入通知書でもって被保険者さん自身で払い込んでもらうと。コンビニとか銀行とか郵便局とか、あるいは役所にですね、直接持ってきてもらうとか、まあそういう方法でもって保険料を徴収する方法のことを普通徴収というふうに言います。まあ2つの徴収方法があるということですね。で、どちらかを選べるんですかといったらこれ選ぶことはできません。原則特別徴収というふうになっております。 特別徴収に該当しない場合が普通徴収というふうになっているわけなんですね。じゃあ、その2つを分けるものは何ですかと言ったら、これは年金の年額ということになります。年金の年額が18万円以上であれば特別徴収。年金の年額が18万円未満であるならば普通徴収と、こういうふうに分かれているわけなんですね。ちなみに年金というのは、65歳以上になったらもらえるっていう老齢年金だけではなくて、障害年金と遺族年金、これも合算になります。 老齢年金、遺族年金、障害年金の合算が年額で18万円あるかどうかで、特別徴収、普通徴収というのが分かれておりますので、まあ、この点を押さえておくといいですね。ということで、説問の1は誤りであると。で、その次2番、介護保険事業の事務費は、被保険者の保険料によって賄わなければならない。介護保険事業の事務費は、被保険者の保険料によって賄われなければならないというふうにありますが、これは誤りになります。 介護保険の事務費っていうのは、これは一般財源ということになっております。これ一般会計ということですね。 介護保険の事業費に関して言うと、これは第一号被保険者の保険料、第二号被保険者の保険料、それから公費であるところの、まあ、国、都道府県、市町村の負担分ですねえ。こういったもので賄われているわけなんですが、介護保険事業の事務費に関しては全額一般会計ですね。一般財源が使われるということになっておりますので、まあ、被保険者さんの保険料がそこに使われるということはないということですね。えということで2番は誤りであるということになります。 その次3番、第2号被保険者の保険料は、社会保険診療報酬支払基金から各市町村に介護給付費交付金として交付される。第2号被保険者の保険料は、社会保険診療報酬支払基金から各市町村に介護給付費交付金として交付される。というふうにありますが、これはその通りで丸になります。第2号被保険者さんの保険料というのは、まず一旦医療保険者が徴収するという形をとっております。医療保険者さんが医療保険料と一緒に徴収するわけなんですね。 で、その医療保険者というのは、徴収した介護保険料というのを、社会保険診療報酬支払基金というところに払い込みます。まあ、通称支払基金と言われるところですね。ここに納入するということになります。そして、社会保険診療報酬支払基金というのは、まあ、各市町村に対して、その医療保険者から納入された、まあ、お金というのをですね、介護給付、非交付金、それから、 地域支援事業支援交付金という形で各市町村に交付するという形をとっているわけなんですね。ですので、まあ流れとして言えばですね、第二号表険者さんの保険料というのは、まず表険者さん自身から医療保険者に移ると。で、医療保険者から支払い基金に移ると。 そして支払い基金から保険者である市町村に移ると。まあこういう形になっているわけなんですね。第二号被保険者、医療保険者、支払い基金、市町村。こういうふうに第二号被保険者の保険料というのを移っておりますので、まあ、この点を押さえておくといいかなというふうに思います。ではその次4番。社会保険診療報酬支払い基金は市町村に対し地域支援事業支援交付金を交付する。社会保険診療報酬支払い基金は市町村に対し 地域支援事業支援交付金を交付するというふうにありますが、これはその通りで丸ですね。先ほど言った通りになります。まあ、第2号表険者さんの保険料というのは、これは介護給付費としても使われますし、それから地域支援事業の費用としても使われるわけですよね。ですので、地域支援事業支援交付金としても市町村に交付されるということになります。では、その次5番。所得段階別。 定額保険料の所得区分は原則9段階とされているが、市町村の条例でさらに細分化することができる。所得段階別定額保険料の所得区分は原則9段階とされているが、市町村の条例でさらに細分化することができる。というふうにありますが、これはその通りで丸になります。 第一号被保険者さんの保険料というのは、これは所得段階ごとに決まるというふうになっているわけなんですね。で、その所得段階というのは、まあ9段階、原則9段階に分かれているということになります。一番所得段階高い人っていうのは、まあ保険料率が例えば2.00倍と、それより一段低い人っていうのは1.75倍、それより低い人は1.50倍、1.25倍、1.00倍、 0.80倍、0.75倍、0.50倍、0.30倍といった形でですね、保険料率っていうのはこういうふうに分かれているわけなんですね。所得段階で決まると。所得が高い人っていうのは2.00。 みたいな感じでですね、保険料率が。まあ、普通の人の2倍ぐらい払うということになるわけですね。一方で、所得の低い人、まあ、所得の一番低い段階の人っていうのは、まあ、第一段階というところがありますが、まあ、生活保護を、あの、寄付しているような人ですね、受給しているような人っていうのはここに当たるわけなんですが、まあ、そういう人っていうのは保険料率は0.30というふうになっておりまして、 まあ、基準額かける0.3ということですから、基準額の3割ぐらいしか払わなくていいと、こういうふうになっているわけですね。所得で決まるということになっております。で、その所得段階というのは原則9段階というふうになってはいるんですが、まあ、市町村の裁量によってですね、もっと細かくすることはできると。まあ、うちの市町村に関しては12段階で行こうとか、うちの市町村は15段階に分けようとか、うちの市町村は20段階にしようとかですね。 そういう形で、所得段階というのはさらに細かくすることができるということになっております。ということで、この5番はその通り丸ということになりまして、介護保険財政について問うているこの問題の正解は、3と4と5の3つが正解しということになります。繰り返します。3番、第2号被保険者の保険料は、社会保険診療報酬支払基金から各市町村に介護給付費交付金として交付される。4番、社会保険診療報酬支払基金は、市町村に対し、 地域支援事業支援交付金を交付する。5番、所得段階別定額保険料の所得区分は原則9段階とされているが、市町村の条例でさらに細分化することができる。この3つが正解となります。解説は以上です。